皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は、千葉県の京成桜駅に来ています。成田空港から30分ほどの京成桜駅は、空港からのアクセスが良いので、駅前のビジネスホテルは利用するととても便利です。まもなく、京成桜。京成桜です。また、日暮里からのイブニングライナーや、桜駅からモーニングライナーが安く運行されているので、中継点として活用するのも良いでしょう。それでは、ここで後続の快速特急に乗り換えます。桜市は人口16万8000人、古くから城下町の町並みは日本遺産に認定されており、春になるとたくさんの桜の花が咲き誇ります。また、西洋医学の蘭学は長崎と並んで先進地となっています。この桜市周辺は、江戸時代から北側の印旛沼の洪水被害に悩まされてきました。そして、暴れ沼とも称される印旛沼の開発をした結果、昭和43年には水亀として有効利用ができるようになりました。暴れ沼の心配がなくなると、沿線の開発も進みます。都心への通勤圏として住宅地が並び、遠距離通勤対策として1984年頃にはスカイライナー車両を用いたモーニングライナーやイブニングライナーが運行されるようになりました。朝の通勤ラッシュではこの京成桜や勝田台の時点で席が埋まり座ることができません。都心方面への通勤には着席できるモーニングライナーが重宝されています。1ヶ月同じ列車同じ席を利用できるモーニングパスも8150円で発売がされています。そしてこの線路の幅ですが、現在は新幹線と同じ1435ミリですが、昔は京王電鉄と同じ1372ミリでした。しかし、都営浅草線との直通が決まると、2年間の間に60キロ近くの距離を1435ミリへ変更する工事が行われたのです。営業列車を止めずに行われたこの大工事は、鉄道史において異業と言えることでしょう。同じ回帰工事で、山形新幹線や秋田新幹線はバス代行を実施しております。駅で乗り換えることができる東洋高速鉄道は、京成本線の混雑緩和を目的に建設がされました。会社は第三セクターで A 団地下鉄や京成電鉄、新京成電鉄も出資しています。
ここからも分かるように、この路線は混雑する路線であったのです。車内は大型のスーツケースの方が多くいらっしゃいます。これが京成線の特徴の一つです。は人口20万人の八千代市に位置しており、駅の乗降は4万2000人です。この周辺は東京へ33キロで京成電鉄が開発したニュータウンです。西船橋まで東洋高速線は640円、京成周りだと330円です。始発から座れて時間も早く、都心まで乗り換えがないメリットもありますので、捉え方はそれぞれと思います。八千代台駅の乗降は38,000人、一時期は千葉市花見川区からの通勤もあり、乗降が7万人を超えていたこともありました。東洋高速鉄道の開業や周辺団地の高齢化などで、現在では4万人を下回っております。仕事ですが、以前緑川はこの八千代台駅から横浜駅まで通勤していたことがあるのですが、品川駅まで座ることができず、先ほどのモーニングライナーのモーニングパスを手放すことができませんでした。先ほどの三もみ駅は日本大学の最寄り駅、そして京成大久保と下校の高校生の皆様でにぎわう駅を越えると京成津田沼駅に到着です。
乗降は5万人。ここから松戸方面へグループ会社の新京成電鉄や千葉方面へ京成千葉線に乗り換えることができます。それではこの続きは次回へ。ご視聴いただきありがとうございました。